皆さんこんにちは高山右近記念資料館の日曜礼拝にようこそ詩篇の学びを終えまして次の聖書からのお話をする前ちょうどクリスマスの季節を前にしていますのでしばらくクリスマスにちなんだお話をさせていただきます今日は旧約聖書エゼキエル書 34章23節から24節のお言葉から新しい牧者が起きるということを聞かせていただきましょうそれでは聖書を開きます旧約聖書エゼキエル書34章2324節です私は 彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。 以上です今日は預言者エゼキエルという人が語った言葉から聖書を学ばせていただきましょう。彼はかつてはエルサレムで祭司として働いていた人でしたけれども今はイスラエルの国が。 己の罪のために国を失い、異教の地に囚われの状態であったとき、神様に召されて預言者として活躍した人です。彼は、たくさんの予言の言葉を神様から託されたのですが、間もなく神様が人々のために、かつて、 人々に素晴らしい信仰の王であり、人々を神様に導こうとしたダビデという人物に例えて、一人の牧者、羊飼いを立てられるということを話しました。この予言は、後にイエス様がお生まれになられたことで実現しました。ですから、 今日の聖書の箇所は、イエス様という救い主、メシアを予言するメシア予言の一つともなっています。ところで、羊の世話をするのは牧者の役目ですが、神様ご自身が羊の世話をするのだとお約束されました。 羊の世話をするというのは、決して簡単なことではありません。ただ餌を与え、水を飲ませ、休む場所を与えるだけではなく、自分の命を顧みずに、羊を襲ってくる獣などと戦うことも求められます。神様は、 そのように私たち人間を扱ってくださっておられるわけです。この約束の言葉が今に生きる私たちにとってどのような意味をもたらしているのでしょうか。それは神様の救い主というのは牧者である羊飼いとしての役割を果たすものだということですが、新約聖書。 ヨハネの福音書10章に登場する良い羊飼いの例えのお話がこれに当てはまります。実際そのようにイエス様は救い主としてお働きになってくださいました。今も精霊を通して私たちの羊飼いとして関わっておられるのです。まもなく クリスマスマの季節を迎えようとしています私たちは改めて神様から神様の牧者に養われる幸いの中にだけ生きることを求めて歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、はるか昔の予言は イエス様の誕生で約束が果たされただけではなく、今も牧者として私たちをお守りくださり、助けてくださっておられることに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。